埼玉県立越谷南高等学校は埼玉県越谷市レイクタウン7丁目にある公立高等学校通称は越南設置過程は全日制で普通科と外国語科が設置されている文部領土を掲げ在学生の9割以上が部活動に所属している女子の冬服は紺のブレザー夏服はオリーブグリーンのセーラー型制服である ネクタイには、紺と銀のストライプのフォーマル用と、赤と紺のストライプの通常用の2種類があり、リーボンもある。男子の冬服は、学ラン、夏服は、女子と同じオリーブグリーンカラーのズボンに、指定のワイシャツである。森花絵のデザイン。行事では、江戸川河川敷を、スタートゴール地点として、男子は 30km、女子は 22km を走る。 長距離総大会が名物である。外国語の授業が普通科の1.5倍である30単位以上あり、授業は少人数制で行われる ALT 活用推進校でもある。また、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語といった第二外国語の選択が可能である。外国語科独自の行事としては、1年生で行われるサマーセミナー、2年生でのオーストラリア海外研修の 実施、校内スピーチコンテストなどがある。ありがとうございます。